皆さんごきげんよう。今日なんですけど、この間ね、ホームパーティーをしてまして、そこに吉田くんと斉藤くんもいたんですね。なんか斉藤くんがマジで最近格闘技めちゃめちゃ頑張っとると。この1、2年ね、ガチなんですよ。整体とか行きまくってるらしくて。整体俺でも行ってなかったのに、俺この間負けてようやく取り入れようっていう話じゃん。なんかめちゃめちゃ行っとるんですよね。で、今度試合みたいな感じで、完全にプロ格闘家なんですよね。なんかボクシングジムにも行ったり、そこでなんかある疑問が生まれて、なんか才能めちゃめちゃある吉田くんと、まあ、練習めちゃめちゃ頑張ってる斉藤くん、どっちが強いんだっていうなんか話題が起きたんですね。なるほどね。で、あっち側の会とかも来てて、で斉藤くんの方が強いしみたいな。こちらのチャンネルね、見てくれてる人は分かってると思うんですけど、吉田くんはセンスの塊なんですよね。なんで今日は才能対努力どっちが勝つのかっていうのを検証すべく、斉藤くんと吉田くんがキックボクシングでガチ対決、おいいですね、ということが決まりましたので、昨日お酒飲みでもらって、そうですね、昨日は飲まずにね、練習全然やってないけど大丈夫。まあまあまあね、あれっすよ、気合だよ。気合ですよ、結局、気合だし、気持ち強いですからね。結構練習してね、プロ格闘家並みかもしれないけど、素人でもこんだけできるよっていうのは、皆さんにちょっと見したい、今日。斉藤君に教えてあげてほしいね、喧嘩からの気合っていうのを。そこがないと試合なんかやってる場合じゃないぞ。あと鼻毛一本出とるんですよ。ちなみにそれいつもだ。そこはまあ、そこは斉藤君の方にも意見聞きますか。はい、斉藤君久しぶり、はい、体の中閉まってる。久しぶり。そうですね。いや、痩せたっすね。え、なんか試合あるんだって。そうです、再来週。じゃあなんか今度の19日に試合みたいで、はい、1年中の日と一緒の日だったね。そうですね、19日で、この間も試合も勝ったんでしょ。一応、はい。で、結構バリバリ練習しとると、うん、そうですね、最近は。やっぱ自信ある。一切ないと。負けたらきついぞ。そうですね、負けたらもう、ね、試合出ないぐらいの気持ちで。吉田君の代わりに出ちゃうかもしれないね。吉田君で焼肉とって、怪我させちゃったらどうしようみたいな、いらない心配し始めてた。あそこはね、勝って怪我しちゃったんだったら、代わりに吉田君がその試合に出ればいいわけです。まあ確かにね、怪我させちゃったら代わりにね。ということで、知らなかったんですけど、今日一般のクラスがあるみたいで、はい、早速始めていきます。やりましょう。準備運動だけね、そう、はい、しっかりしていただいて、はい、もうおっさんですからね。なんか16の頃の感じで吉田君行っちゃってるけど。あ、今じゃあ、あの陸上7だったって感じだもんね。でも喧嘩自慢の時さ、結構ボコボコしてるじゃん。正直なんか今まで喧嘩自慢いろいろやってきましたけど、その中で一番強いのは吉田君ですよ、多分。本当の喧嘩自慢だったら。なるほどね。格闘技とかやってなくて。やってなくてってことで、ね、圧倒的っすよ。マンテージちゃんと巻いちゃってる。吉田君とかもつけてないから。あ、マウスピースなしですから。マウスピースなし。落ちてないから。体重はどうなの？僕が今73、4。吉田君何キロぐらい？77ぐらい。あんま変わんないですね。お。試合で減量めちゃめちゃする人と白人だったら、うん、生まれるぐらいの体重差なんで。おお。面白いですね、これ。ただ3分っていうのが結構肝で、吉田君1分は強いですよ。お。3分になると切れるんですよ。そんな、なんか体力変わりそうだよ。あ、そっかそっか。でもあれだよね、吉田君もタバコをやめて1年ぐらい経つ。九州のさ、成人式行った時にやめたじゃん、罰ゲームで。1年は経たんか。まだ1年、4月だったか、1月か、うん、まだ衰退の時ある。いや、特にね。すごっ。やっぱ気持ち強いですね。ね、斉藤君、どんぐらい強いですか今。いや、でも本当に強くなってる。吉田君で絶対負けない。いや、いけるでしょ、さすがに。さすがにそうですよね、格闘技のね、練習めっちゃしますもんね、斉藤君。斉藤君、最初からバチバチいって、体力勝負に持ち込め、はい、おガチ。まあ、あっちはね、セコンドで弟がついてるみたいで、はい、俺は吉田君のセコンドつこうかなって思って。大理戦争、大理戦争。あれだよ、兄弟大理戦争。強いの、一回入れとこう。強いの、はい。吉田君、パンチ力相当ある。パンチ力あるから、うん、多分ね、一発もらったら入ってこれなくなるんですよね、多分。斉藤君が俺の予想ね。確かに斉藤君もさ、次の対戦で見てないけどさ、はい、その対戦で強いのか。いや、吉田君の方が強いね。いやこの対決楽しみですね。楽しみですね。まあ、8年間彼女いない吉田君と、あれ、斉藤君って彼女とかいたりする3年以内。3年以内。僕1回しか彼女す。すごい戦いやん。すごいです。これ結構珍しいっすよ、はい、合わせて11年よ。これね、はい、プレゼント用意しとこうかな。おお、何のプレゼントですか。いや、わからん。じゃあよろしいですかね。 OK です、OK です。3分じゃあいきます、スタート。さあ、行けや、斉藤、どんどん行け、どんどん行け、スロー、スロー、スロー、ナイスナイス、もっとすごい、もっとすごい。
気持ちメンタルだったぞ、うん、本当にこれね、吉田君が大切なことを教えてくれたんじゃないかな次の試合に向けてね次の試合に向けてね、うん、疲れましたよマジで死にそうでしょいや、久々だってこんな動いたのだって、スタミナだったらですね、最高なのがあるんだからそうだねもう本当に気持ちだよ、最後、うん、本当そんな感じがしたい、やってる感じもパンチ、どうだった強かった強かったっすね威力があったそうですねあー、まあこれあれっすねちょ判定だと多分吉田君の勝ちかなと思ったんですよね。いや吉田君の方が強かった。これは。いや斉藤君。はい。世の中ね何もやってなくても強いやついるんですよ。そうですね。こういうもう努力で勝つしかないですよ。はい、もっと勝利してもらって。斉藤くん本当に運動神経マジでなくてここまでできるようになってますから。はいはいはい、そこもね褒めてほしいですね。うん。そうですね。俺ここまでできると思ってなかったな。もっと吉田君が圧勝するから、ね。おお、そうだったんだ、うん、相当練習してるおかげじゃないかな、うん、いやでも久しぶりですねこんなに動いたら楽しいでしょいやでも格闘技やってもいいんじゃないもうちょい練習してさ試合とか出てもいいんじゃないいやいやおっとでももう絶対勝ってほしいな斉藤くん、はい、試合ね19日そうですねそうですねいやまあショック大きいよな、なんかこんだけ毎日さ、格闘技に人生かけてて、まあ、いきなり来て吉田君にやられちゃったわけだからまあね多分ね、斉藤君に足らないのは、女なんだよねおお、女、女性ですか斉藤君は、彼女を作った方がいいと思う、アゲマンの、うん、アゲマンの彼女を作ることによって、気合が出ると思うんだよね女性のためにとかねそんなあなたに、いいマッチングアプリがあると思う
チングアプリですか。タンタンっていうね、タンタン。マッチングアプリがあって、それちょっと使ってもらって、はい、そこで美女を手に入れてもらって、あ、人生のパートナーと共に強くなってもらえたら嬉しいかなと。うん、おお、ね、いいプレゼントですね。今日斉藤君がね、吉田君との試合を受けてくれたんで、うん、そのビジョンを手に入れるために全身コーデ、うん、まあ、おお、そうでしょうかなと。そうでしょう。ここビジョンとでも行きますか。じゃあ、ありがとうございます。じゃあちょっと今からね、はい、今行って、じゃあ俺は一回に連れてってもらえばいいかと。いやいやいやー、負けた斉藤くんを癒すのためにね、今から表参道へ向かってますんで、はい、斉藤くん、大丈夫、はい、落ち込んでない？いや、めちゃめちゃショック、どんぐらい練習してんの最近は？毎日やってんの？そうです、週5ぐらいで。週5でやってんの？週5でやってる人に素人の吉田くん勝つのすごいな。すごいですね。吉田くんやっぱ才能あるな、はい、昔から思っとったけどさ、だから俺と吉田くんが同じ地域に生まれたことがすごいよな、そもそも。斉藤くん、はい、元気出してよ。これから女の子をねゲットできると思うよ、本当ですか。斉藤君ね、もモテるでしょ正直。もう最近はいや、モテないですよ一切。もう連絡とは来ない？一切来ないですね。僕もちょっとは来るかなって思ってたんですけど、あんだけたくさん見てればね。だって会の動画とかだってさ、はい、100万再生超えてる動画たくさんあるじゃん、はい、いや少なくとも100万人を見てるわけよ絶対。そうですね、100万人に見られてタイプの人一人がおるでしょって。どうなんですかね、言ってほしいですけどねやっぱり。まあ本当にタイプと思っても連絡するのかしないのかとかまた別だしね。そうですね、うん、正直斉藤君どういう人がタイプなのか。元気な人ですかね。元気な人、まあ、気が強い人ですかね。あの鈴木奈々さんみたいな感じ。お笑い芸人じゃない、お笑い芸人じゃない、ね、タレントか。そうですね、ああいう感じの、あの元気。そうですね、一緒にいて。あ、俺が結構嫌いなタイプの人が好きなんだ。俺結構うるさい人好きじゃないですよね正直。苦手というか斉藤君そういう人が好きなんだ。そうですね、マッチングアプリやってなさそうだけどね、そういう人。やってるかな。え、やってそうじゃないですか。まあ、確かに、いろんな人がやってるだろうね、はい、実際にこれでデートできて、なんか彼女見つかったら嬉しいけどな、俺も。うん、そうですね。その時に、デートで使うための服を今から買いに行くわけですから。斉藤君、行きたいブランド決まってんの？いや、本当にどこでもいいですけど。どこでもいいの？はい、人差し指がやられた。はい、ジャブ結構もらってんだね、斉藤君。そうですね。ボクシングも通ってんだっけ？そうですね。すごいな、俺と一緒ぐらい練習してる。ガチじゃないですか。 MMA はやらないの？いや、あ、確かにやるんですけど、試合がキックボクシングなんで、うん、とりあえず試合までは。寝技の練習もしてるってことですか？いや、寝技はまだもう全然、もう本当にヒートとキックボクシングとボクシングの3つに。ガチスパーってなんかでもやっぱ普通のスパーリングと違うよな。全然違うんですね。全然ガチスパーはたまにやった方がいいよ、練習になるから。斉藤君なんか黄色の服着ること多いよね。なんか多いっすね。黄色が好きなの？好きっすね、結構。まあ確かに黄色のイメージ自体は好きですけど、私服はそんな着ないです。動画だけみたいな。そうですね。本当の黄色い声援がもらえるようになるといいね。おー、そうですね。マッチングアプリを使ってんな。マッチングアプリとか俺マジ使ったことないよさ、一回も。はい。東京の場合さ、登録してる人多いじゃん。で、東京の人口ってめちゃめちゃ多いんですよ。1200万人。うん、すれ違ったら終わりみたいな人ばっかじゃん。すれ違ったのが人生で会うのが最後でしたみたいな。田舎だとさ、あの可愛い子誰ってなって繋がったりするわけよ。あ、そうなんだ。でも東京だと繋がらないんですよね。で、出会いの場がないんで、みんな普通にマッチングアプリとか使ったり合コンとか結構したりしてるんですよね、当たり前のように。結構利用者数はめちゃめちゃ多いんで、まあ、田舎の人はなんか結構抵抗あるんだよ多分。マッチングアプリとかさ、なんか軽いイメージを持ってて、田舎の方は。東京の人は当たり前に使ってて、別に軽いとかそういうチャラい行いをする人もいれば、もうしない人ももちろんいて、本当にシンプルに出会いを求めてる人って結構多いんで、おすすめよね、マジで。やったことないけど。でもこれで本当に出会えたらすごいですね。すごいよ、吉田くんに感謝よ、はい、吉田くんがあそこで気合で勝ったから斉藤くんが権限を得たわけで、まあ、本当は勝った方にプレゼントするもんなんだけどね。まあまりにも斉藤くんがさ、落ち込んでたから落ち込んでましたね。俺ほんと吉田くんだったんだけど、まあ、斉藤くんにしとくかって。どこにしようね、何がいい？おすすめで。おすすめ、はい、斉藤くんにおすすめか。 Y3 か。 Y3 ありかもね、似合いそうではあるね。なんか運動してるし、スポーティーな感じですか。うん、マタムニール。あ、マタムニールでいいんじゃないですか。確かに。あの有名なブランド。有名だね。はい、まあでもあれよ、あの
ディオールね。ディオールもありっちゃありか。でもさ、もう冬じゃん今。モンクレーとかもありかもね。モンクレーのダウンとかさ、モンクレーで揃えます？この時期だし。そうっすね、いいっすね。いや悔しいな、本当に斉藤君、悔しい。いや、マジで悔しい。もし吉田君に負けたら自殺するんじゃねって昨日話しとったんだよ。こんなにさ、格闘技にかけてさ。いや、本当ですよ。毎日酒飲んでる吉田君にやられちゃう、どうなんかなって思ったけど、俺悔しさバネに変えてもらってね。斉藤君満身しましたね、本当に。でも途中俺斉藤君押してるかなと思ったんですけどね。なんかそう、なんか1分半から2分半ぐらいで向こうもスタミナ飽きれて、いけるなみたいな、こう感覚的にも。その結果もらってもらって、亀状態。もう亀状態だったんで。でも斉藤君怪我なかったんでしょ、はい、ちょっと人差し指痛いぐらい。そうですね。じゃあもうまた来週から練習してって感じ。そうですね。おお、今度の対戦相手はなんか社長社長みたいで。いやもうそこは絶対に勝ちたいですね。確かに気持ちの強さを教えてもらえたからね、これで、はい、吉田君に。もう最後の30秒でももう絶対、まあ、倒しに行くぐらいの、もう。ああ、いいね。頑張ります。でもこんなに投げられたのは初めてかもしれない。ということでね、表参道時間空いてなかったんで六本木ヒルズに来ましたんで、この中で、まあ、斉藤君の欲しいブランドを買っていくということです。嬉しいですね、なんか。はい、ということでね、あの中あの BJ もかかっててボイスメモすらも取れなかったんで、ね、ちょっと取らなかったんですけど、今無事買い物を終えてね、着替えてもらいましたんで、斉藤君お願いします。こちらですよ、全身コーデ。ありがとうございます。めちゃめちゃかっこいいですね、シンプルに。ワンポイントおしゃれです。このハートビームで女の子をゲットすると。これね、モンクレですよ、モンクレ。あったかい、めちゃめちゃかっこいいな。おしゃれっすね、足元から。この感じで行ってもらおうかなと、はい、これでマッチングアプリを使って女性にこの格好で会って、もうできる男じゃん、ほんまに。そうですね、派手じゃなくてさ、大人の男って感じするよ。斉藤君今何歳だっけ？25です。25か。これかっこいいっすね。かっこいい。ちょっとこれ持ってるとね、あれなんでね。どうすか、ほら、すごい。これ多分いけると思うよ。できますかね。うん、できると思う。マジ、じゃあ実際ね、次アプリのね、はい、使い方を教えようかなと思うんで。そうですね。じゃあ車行きましょうか。じゃあ長田君の家に来たんで、早速ねアプリの方を撮っていって、どんな感じか見ていきますか。はい、タンタン。タンタン、まあ、一見ね牛タンのなんかお店みたいな思いですけど。あ、これですかね、私らしい友達。国内マッチングアプリナンバーワンなのこれ。いや違うよ。アジアナンバーワンみたいな。アジアナンバーワン、国内超えてますよ。もう3億人突破してるらしいです。すごいですね、会員数。3億人ってもう日本の人口超えとるよね。いや、マッチングアプリ俺初めて見ますね、その実際に。僕1年ぶりぐらいかもしれないです。昔やったことあるんだよね。はい、可愛いな、なんか狐みたいなね。斉藤君やっぱ格好がかっこよくなったから自信がついたんじゃないの、ちょっと。そうですね。でもワクワクしようでしょ、正直。ワクワク知ってますね。かっこよくなったっすもんね。清潔感がすごいというか、うん、うん。相性、これプロフィールですかね。あ、プロフィールか、はい、これ大事だよ。ここら辺が大事になってくるんですよね。そうですね。だから本名でいいんじゃない、斉藤健太で。朝倉海でもいいかもね。斉藤健太って言うんだね。斉藤、そうです、普通なんですよ、名前。まあ、健康に太った結果が、まあ、この体ですね。まあ、自虐だったんですけど、分かりにくいですね。B 型なんだね。そうです、うん、写真を追加する。あ、じゃあこれ自撮りっすね。そうですね、自撮りしましょうか。じゃあ撮った方が、逆に俺が。あ、そっちの方がいいですね。自撮りよりやっぱ、うん、他撮りの方が。どんな感じですか。決め顔一つと笑顔。それ決め顔っすか。はい。この家がいいね、また。ああ、まああたかも住んでるかなと。まあこんな感じでね。ああ、どうっすか。ああ、いいっすね。すごい金持ちか。はい、金持ち。で、これでここですかね、写真追加っすね。さっきの方がかっこいいんじゃないですか。さっきのやつの方がかっこいいか、もう一個の方が。はい、ちょっとよ。なんか自分でこの写真見るの、なんかちょっと。あ、もう今のやつに決まっちゃったわ、うん、じゃあ使用中は、はい、許可ということで。アクセス連絡先、アクセス許可っすね。
あ、連絡先をブロックとかも、連絡先ブロックすることができるんですね。自分の連絡帳が同期しないと。おお。だから連絡先を持っている人たちにこれを使っていることもバレないということですね。あ、いいですね、大事ですね、それは。斉藤くんめちゃめちゃバレちゃったねバレちゃったあ、早速始まりましたね。始まったっすね。え、かわいい。右にスワイプしていくとマジでめちゃめちゃいるやん。へえー、すごい。このアプリね、自分撮った写真となんか本人確認の照合しないと使えないみたいで、はい、メッセージとかするとき本人確認のね照合しないといけないですね。はいはいはい、なるほど。だから桜がいないと、ほとんど。うん、本当の利用者がいるということですね。あ、結構いますね。多いですね。でね、このアプリね、すごいのがスクショとかされてもモザイクが自動的にかかるんですよ。ネットで拡散されないんですよね、はい、斉藤くんが使ってました、ね、あ、なるほど、確かにそれ大事ですね。大事です。これ見てます、ね、すごい数、俺ももう今やっちゃってるんですけど、うん、同じ人が次々変わってるんですよね、今。お、斉藤くん、なんか違う一面を見せましょうみたいなの来たよプロフィール、ね、画像を追加だったりとか。ああ、画像じゃもう一個のさっきの横顔を追加しとく、うん、間違えた。こっちの方が勝負写真なんで、うん、これね、うん、でもこんぐらいにしかいいんじゃない映ってないですけどどこ強調してるんですか。で、マイプロフィールって書いてあるんですよ、うん、職業、うん、これはあれですね、アーティストですね、もう。アーティストですか。そうっすよ。で、会社フリーでいきますか。フリーですね。一応フリーにしておきましょう、うん、で出身地はインドネシアだっけ。いや、どうなんで。で、よく行く場所とかはまあいいんですけど、はいはい、ステータス、金ありますで言いましょう。金ありますちょっとあからさますぎてちょっと怖いですよね、女の子。いや、でもあるじゃん。まあでも大事ですよね。まあまあまあ、うん、あ、ここね、趣味みたいなところがあるんですよね。はい、趣味のところを選んでいくとマッチングされやすくなると。好きなスポーツか、トレーニングですね。そうですね。じゃあ好きな音楽は。うーん、まあこれね、多分ね、俺の予想だけど、はい、クラシックにしといた方がいいんじゃない。ああ、かっこよく。トレーニングしてんのに、うん、ギャップ燃えする人って多いからやっぱ、はいはいはい、好きな食べ物。焼き鳥とか。あ、焼き鳥いいっすね、うんうん、おしゃれっすね。麻布の焼き鳥でもデートしましょうみたいな気分になると。ああ、それはもう、うん、最高っすね。好きな映画タイタニックにしといた方がいいよ。しといた方がいい、うん、あなたがタイタニックにしたいみたいな、はいはい、好きな方にアニメ。ここでちょっと知性出してく。はいはいはい。じゃあ、まあ、村上春樹とかその辺行っときますか。はいはい。じゃあ旅行した場所、まあ行ってないけどシンガポールら辺にしとく。めちゃめちゃなんかもうすごいぜもうじゃあ行ったことある場所、旅行。グアム。あ、グアム行ったんですか。はい、いいじゃん。じゃあこれで保存したとして、はい、 OKOK、 これかっこいいんじゃないの。で、これで1日ね、マックス50人スワイプできるみたいで、で、このお気に入りにスワイプした人が相手もお気に入りでなんかスワイプしてきたらマッチングがスタートするんですね、うんうんうん、でプロフィール結構大事ですね。大事ですね、大事ですね、うん、もうプロフィールで全部決まっちゃうですもんね、うん、写真と。斉藤君全員可愛いから全員俺右にスワイプしてるよ。いや、でもみんな可愛いですね、本当に。でしょ、はい。まあ、数打ち当たるっていう人の方が。まあまあそうですね、大事ですね。大事よ、はい、まずは一人の女の子にお気に入りされたよ。え、おお、お、彼女は25歳、99キロ先にいるよ。マッチングがスタートしましたね。おお、2人から。それもモテモテじゃないですか。やばいですねだってまだ2、3分ぐらいですよ。金持ってるからね、金はね1日50人ぐらいこうやってじゃあやってきた中で、うん、いい人と連絡取り合うって感じですね。そうですね。で、本当に意気投合した場合は実際に会ってデートして、デートして、はいはい、食事行ってって感じですね。いいっすね、現代的というかさ、はい、確かに。でもやってること同じだもんな。昭和とかもやっぱ出会いを求めに行っとったわけやん、男たちは。それが今ネットで簡単にできちゃうわけですよ。すごいっすよ、すごい時代ですね。すごいっすよ。確かにこう空いた時間で喋って、まあ、趣味とかもあって、で、あっで、まあ、付き合うとかになったらいいですよね、うん、素晴らしいですよね、それは。あ、でね、これメッセージをするにあたって認証マークみたいなのがつくんですけど、顔認証しないといけないですよね。この自分で撮ったプロフィール写真と、はい、運転免許証とかの照合をしないといけないんで、お、
多分このチェックマークついてるじゃん、この人たち、はいはい、俺たち認証してるってことで、まあ、桜じゃないんですよっていう多分意味なんですね。なるほど。でも多分今斎藤君ついてないわけよ、はい、あっちからしたらこの人は偽物なんじゃないかって思われてるから照合した方がいいんですけ ど, ど, ど運転免許持ってないですよこの人。だから一回帰った時に保険証とかでやってもらって、はいはいはい、でそこでメッセージスタートしてもらえばいいと思いますんで、もっと上向いた方がいいじゃない。すごいすごい審査中、審査中やん。あ、これでさっきの画像と今こう、うん、まあ、触ってる人が本人かどうかっていう照合をするんですね、うん、ってことはこう人の画像を使えないっていうことですよね。なるほど。あ、すごいですね。あ、完了しましたね、認証。はいはいはい。でこちらのタンタンね、もちろん男性も使ってるんで、なんか趣味とかで共通の友達ができたりもそういうことがあるみたいで、彼女もできるし友達もできるっていう素晴らしいアプリなんで、すごいですね。ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。で、なんか手臭くね、なんかめっちゃ手臭い。あ、さっきのスパーリングでスパーリングのグローブか。ずっと俺臭いなと思ってたんですよね。まあ、じゃあ頑張って。あ、足ちゃいます。以前強盗が家に入ってくるという、はい、動画の時にジェンガ対決をねしてて、でそこで、まあ、俺と佐々木君と吉田君でやってたんですけど、一番負けた人がなんか罰ゲームで焼肉100万円分おごるみたいな話になって、うん、で結局吉田君が負けたんですよね。4人で食べて100万円目指していくと、はい、おお、来た来た来た、